人も両手を合わせただけで錬金術が使えるんです。兄さんみたいに謎の怪物、そして謎の錬成人に謎の錬金術しか。全く謎だらけで嫌になるな。だがその男が黒幕なのは間違いない。気がかりなのはその男と赤い石との関係か。怪物を倒したら赤い石のかけらが出てきた。はっきりとは分かんねえけど、何かに赤い石の力を使ってるのは間違いないと思うんだ。大佐、よろしいでしょうか。ん？どうした？ボードワンの村を調査中のハボック少尉からたった今通信が入りました。村に例の怪物が現れたようです。なんだと。少尉からの通信は途中で切れました。その後村とは一切の連絡が取れず、詳しい状況は不明です。状況は不明って大佐、何かが起きたことは確かだが、それだけで軍は動かせんな。え、助けに行かないんですか。大げさに動くことはできないと言っているだけだ。もちろん放っておくつもりはない。わかりました。では私がボードワンに向かいましょう。うん、だが一人で行くのは危険だ。ブレタ少尉とファルマン順位を。待ってくれ大佐、それなら俺たちを注意と一緒に行かせてくれ。なんだと。無茶を言わないでエドワード君。どんな状況かわからないのに危険すぎるわ。赤い石のことがわかるかもしれないんだ。いいだろ大佐、行かせてくれよ。うん、確かに今回の件に錬金術が絡んでいるのであれば、鋼を同行させるのも一つの手だな。大佐、いいだろう。国家錬金術師として注意の調査への同行を許可しよう。よっしゃ。だがくれぐれも無茶はするなよ。ボードワン、何なんだよこれ、むちゃくちゃじゃねえか。まるで死の村ね。ひどいね兄さん。ああ、まさかここまでとは思わなかったな。司令部への報告以上だったわね。まずは急いでハボック少尉を見つけなさい。なんだよアル、そんなにそばに寄られると歩きにくいだろ。僕こういう不気味な雰囲気って苦手で。あ？なんなんだ、臆病だなアルは。注意を見てみろよ、女の人なのに全然ビビった様子もなくて。こんなに、うわあ、ちょ、いや、俺は別に注意を侮辱したわけじゃなくて、ただ、あ、俺、Thank you.
この村、やっぱりこの怪物たちの仕業だったんだ。もしかしてリゼンブールもこんな死の村みたいにされちまうところだったのか。行きましょう。ハーボック少尉が心配だわ。兄さん、なんか今聞こえ。落ち着けよアル。今のは何かの鳴き声か。まだ近くに怪物がいるかもしれないわ。気をつけて進みましょう。なんだここは。兄さん、この錬成人は。ああ、こいつはリゼンブールの洞窟にあったのと同じやつだ。この周囲の血は。この血痕のつき方、兄さん、これってひょっとして。ああ、これが本当に人間の血だとしたら、野郎、村の人間を使って何かを錬成しやがったんだ。静かに。兄さん、ただ、またこの声。今のは銃声か。製造者がいるわ。二人とも行くわよ。銃声が聞こえたのはこの辺りね。ねえ兄さん、この家ついさっき壊れたんじゃない？壊れたじゃなくて壊されただよ。とんでもない怪物が近くにいるってことね。もしかしてさっきのあの鳴き声の。とにかく気をつけましょう。注意、ちょっとこっち見てくれよ。橋が落ちてる。この橋もついさっき落とされたよね。ああ、この距離だと錬成で直すのはちょっと難しいな。銃を撃った人はこの橋を渡ったのかな。無事だといいんだけど。他の道を探すしかないわね。さっきの広場まで一旦戻りましょう。兄さん、あそこに人がいるよ。本当だ。生存者がいたんだ。おーい、大丈夫か。助けて。あんたたちよく無事だったな。安心しな、もう大丈夫だ。兄さん、早くこの人たちを助け出そう。大丈夫ですか？歩けますか？助けて。もしかして動けないのか？そっか、怖い思いしたんだもんな。怯えなくてもいいんですよ。さあ、二人とも今すぐその人たちから離れて。何を言ってんだよ、注意。お願い、助けて。僕たちに助けを求めてるんですよ。ほっとけるわけが。離れなさい。
一体どういうつもりで。人間殺す。この怪物たち、本当に人間に化けるのね。やっと生きてる人を見つけたと思ったのに、あの人たちまで怪物だったなんて。助かったよ、チュエイ。うん、危ないところだったね、兄さん。でも、あの人たちの正体が怪物だって、チュエイにはよくわかりましたね。なんとなくそんな気がしたの。危ないって。直感か。そういや俺もスカーと目が合った瞬間に直感でヤバいって思ったっけ。いや、兄さんの場合は喧嘩で染みついた習性というか、野生の本能とでも言うか。野生ってなんだよ。そうね、これも軍人としての習性、私の体に染みついたものね。普通の人には必要のない力だけど、今の私には必要な力なの。誰かを守るためにね。注意。行きましょう。グズグズしてる暇はないわ。兄さん、この家は。こんな村外れに民家か。随分とボロっちいけど。でもこの家、どこも壊されていないわ。こんな場所にあるから怪物にも見つからなかったのかしら。もしかしたらまだ中に人がいるかも。そうね、入って調べてみましょう。こんにちは。誰かいますか。って誰もいないみてえだな。すでに村から逃げ出したか、それとも。兄さん、ちょっと見てよこの写真。これはこれってどう見てもあの怪物だよね。その写真だけじゃないわ。この本にもそっちの本にも怪物についての記述がある。これは研究資料か。研究資料ってあの怪物の。じゃあここに住んでいる人が怪物を作った張本人ってこと。いや、それはないと思うぞ。錬金術や赤い石に関する資料は一切見当たらないしな。怪物の作り方っていうより怪物の歴史っていうか、古代史の研究をしていたみたいだ。古代史？とにかくもう少しこの家の中を調べてみる必要がありそうね。兄さん、今の。今度はすぐ裏から聞こえたぞ。今の銃声はもしかして。二人とも行くわよ、急いで。
少尉。少尉のそばにも誰かいるよ。一般人の安全確保が先決よ。私が怪物の注意を引きつけるから、エドワード君たちはその隙に。俺たちが怪物を叩きのめす。注意はあの二人を頼むぜ。行くぞアル。ちょっと待ちなさい。おいこら、出かけりゃいいってもんじゃねえぞ。覚悟しやがれ。兄さん来るよ。よっしやったぞ。よかった、ハボック少尉たちも無事みたいだよ。そっか、よしよし。それにしてもあんな大きな怪物までいるなんて。あ、どうしたの兄さん。まただ。またこれが落ちてたぞ。あ、それって古代の秘術で生まれた怪物に赤い石のかけら。この二つにどんな関係があるってんだ。そもそもどうしてその古代文明の怪物が現代に現れたりしてるんだろうね。ああ、さっぱりわかんねえ。あいつはリゼンブールの時の。ああ、おい、あんたがこの村を無茶苦茶にしやがったのか。リゼンブールもこんな風にする気だったのか。あんたの目的は何だ。あの錬成人で何を作った。再び会うような気がしていた。やろう、わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。幼い錬金術師。私と同じ目をしている。お前に私を止める資格などない。クローリー、クローリーだな。間違いない、やっぱりクローリーだ。わからないのか、俺だよ、アーレンだよ、クローリー、クローリー。違う。私の知っているアーレンはお前のような老人ではない。何を言ってる、当たり前だろう。あれから何十年経ったと思ってるんだ。おかしいのはあんたの方だ。その姿は一体どうした。クローリー。まただ、また溶けるようにして消えちゃった。もう大丈夫みたいね。しっかりして、ハボック少尉。大丈夫？大丈夫じゃないっすよ。俺の特別危険手当、2倍にするように大佐に言ってくれませんかね。こんなヤバい現場だなんて聞いてないっすよ。ところでハボック少尉、そちらの方は？あ、
はい、この村の住人っすよ。アーレン・グロースターさんだったかな。俺が保護したのはそのじいさんだけで。東方司令部のリザ・ホークアイです。無事で何よりです、グロースターさん。無事だと？何が無事なもんか。あなたの他に生存者は？わからん。ああ、多分いないだろう。俺以外の奴はみんなやられた。クローリーの奴め、お前ってバカ、とうとう。おい、じいさん。ん？なあ、あんた、さっきの野郎を知ってるみたいだったよな。あいつは誰なんだ、教えてくれ。なんこのガキは。彼は国家錬金術師のエドワード・エルリック君です。隣は弟のアルフォンス君。錬金術師？教えてくれ、一体奴は何者なんだ。姿を消したり突然現れたり、どう考えてもただの人間じゃねえ。小僧、あいつと何かあったのか。やっぱり知ってるんだな。頼む、じいさん、教えてくれよ。何か訳がありそうだな。まあ、こんなところで立ち話もなんだ。話をするなら俺の家へ行こう。すぐそこだ、ついていきな。あれ、ここがじいさんの家ってことは、ここにある資料はじいさんのものだったのか。まあな、俺はこれでも50年以上考古学者をやってるんだ。おい、こら、そこのでかいの、勝手に資料に触るんじゃねえ。あの、あんな怪物たちの研究も考古学に含まれるんですか。怪物？うん、ゴーレムのことか。もちろんだ。リビス文明の歴史はゴーレムと密接に関係してるからな。お前らの言っている怪物ってのは、レビス文明の秘技が生み出したゴーレムっていう動く人形なんだよ。ゴーレム。ああ、レビスに伝わる秘術によって命を吹き込まれた泥の人形、それがゴーレムの正体だ。命を吹き込むって、そんなことできるはずが。それをできるのがレビスの秘技だ。まあ、秘技っていうのは要するに今でいう錬金術のことだがな。ゴーレムは古代の錬金術で生まれた。お前らも錬金術師なら。錬金術？兄さん。ああ、そうか、だんだん分かってきたぞ。その古代のゴーレムってのを現代の今でも作ってる大バカ野郎がさっきのやつってことだな、じいさん。ふん、物分かりの早い小僧だな。そうだ、その通りだ。やつのことが知りたいと言ったな。あの男の名はジャック・クローリー。50年ほど前、俺と一緒にレビス文明の研究をしていた俺の親友だった錬金術師だ。ジャック・クローリー。あれ、親友って50年前ってさっきの人はどう見ても。そうだな、年をとってね。奴の姿は50年前と変わらなかった。一体なぜだ。よく似た別人だったということは。そういや、あの男、
じいさんのことは知らない感じだったっけ。あいつのことは俺が一番よく知っている。あれはクローリーに間違いない。でもあの人とても普通の人間とは思えなかったけど。ま、やつがじいさんの友達かどうかここで言い合ってもしょうがない。重要なのはやつの目的は何かってことだ。小僧、どうしてそこまであいつのことを知りたがる。それを知ってどうする気だ。やつは俺の故郷にも現れたんだ。この村と同じようにリゼンブールを襲うつもりだったのかもしれない。それに、あの男はこの村の大量殺人の重要な容疑者です。他に関与していると思われる事件も数多くあります。軍としてもこれ以上あの男を放っておくことはできません。男の居場所に心当たりは？クローリーの居場所か。きっとあいつは今でもシャムシッドの町にいるんだろうな。シャムシッド？レビス文明の王都シャムシッドだ。大昔に滅び去った町だがな、今ではかろうじて遺跡が残っている。シャムシッド、やつはそこにいるんだな。注意。そうね、行ってみましょう。グロスターさん、案内をお願いできますか。やつに会いに行く気か。そうだな、お前らと出会ったのが良いきっかけかもしれねえな。分かった、連れてってやる。俺ももう一度クローリーに会いたい。会って確かめたいことがある。俺はあいつを止めなきゃならねえ。あいつがああなったのは俺のせいなんだからな。じいさん、よし行くか。ここからシャムシッドまでそんなに遠い距離じゃない。あっと、注意。俺はどうしたらいいっすかね。そうね、偵察に行くだけだから人数は必要ないわ。少尉は司令部に戻ってこのことを大佐に報告してちょうだい。了解っす。よかった、帰れる。ねえ兄さん、ゴーレムを作り出したっていう古代の秘術のことなんだけど。ああ、分かってる。元の体に戻るための手がかり、そこで見つかるかもしれないな。